ジャバイオ、ジャ…もうやだ。ここに白い汁が出てるの分かりますか？今回の食材大辞典はこちら、甘くて美味しいさつまいもについてお話をしていきます。さてこのさつまいもなんですが、日本にはですね1600年頃に中国から琉球に来て、その琉球から薩摩に伝わったということで、さつまいもという名前がついたそうです。でちょっとねこの生産量を見ていただきたいんですけれども、さすがさつまいもの里鹿児島ですね。生産量がもうダントツ1位ですね。でこれですね、ちょっと鹿児島出身の方に聞いたんですが、さつまいもって薩摩で作られてるイメージがあるかと思うんですけれども、鹿児島はですね薩摩半島と大隅半島に分けられていて、今は大隅半島でさつまいもが盛んに作られているそうです。じゃあそんなさつまいも一体どんな栄養素が入っているかというと、美容に欠かせないビタミン C、 そして、食物繊維ですね。これは便通だったり腸内環境を良くしてくれると言われています。そして貧血予防に必要と言われている葉酸、さらにヤラピンという成分が入っています。このですねヤラピンという成分なんですけれども、さつまいもを切った時に出てくる白い汁なんですが、ちょっと実際に切って見ていきましょう。じゃあちょっとさつまいも切りますね。うん、ここに白い汁が出てるの分かりますか？これがヤラピンという成分なんですけど、このヤラピンという成分なんですが、胃の粘膜を保護してくれたり、あと食物繊維と一緒に働いて便通を良くしてくれるっていう風に言われているんです。ねえねえ知ってる？皆さんさつまいもといえばあれですよね、おならが出ちゃう話。そうなんですよ、さつまいもを食べるとおならがすごい出ちゃうと思うんですが、あれですね食物繊維のせいなんですね。で私たちの腸の中でこのさつまいもの食物繊維を消化するときにガスが発生しておならが出ちゃうという仕組みになってます。で時々ですね皮ごと食べるとおなら出にくくなるよって言われることあるんですが、あれねあんまり関係がないみたいです。ただしさつまいもですね皮の部分にもしっかりと栄養素が入っているので、さつまいもを食べるときはぜひ皮ごと食べてみてください。そして皆さん、さつまいも今日お話ししてきましたが、今ですねスーパーやコンビニでさつまいものある加工品が結構売ってあるんですよ。それがこちら、干し芋なんです。見たことあります？スーパーとかコンビニで。ぜひですねちょっと注意して見ていただきたいと思うんですが、この干し芋結構ねおすすめの食品なんです。で何がいいかというと、ちょっとね3つポイントがあるんですが、1つ目はですね食物繊維、さつまいもたくさん入ってますよとお話ししたかと思うんですけれども、この干し芋にも食物繊維がたっぷりと入ってるんです。なので便通を良くしてくれるという風になります。そしてですね2つ目が、GI 値が低いですね。いやいや GI 値って何っていう話になると思うんですけれども、 GI 値っていうのは血糖値の上昇のスピードを表したもので、この GI 値が低いと緩やかに血糖値が上がっていきますよと言われてます。で白米やケーキはギュンと血糖値が上がってしまうので体に負担をかけてしまうと言われてます。逆にですね
海藻とかキノコとかあと野菜類は GI 値が低いので血糖値を緩やかに上昇させるので体に負担があまりかかりませんよというふうに言われてるんですね。でこの干し芋なんですが、なんとジャガイモこの干し芋なんですが、なんとジャガイモより GI 値が低いと言われているので、変に、ケーキとかスナック菓子を食べるよりも間食に干し芋を食べた方がいいですよというふうにおすすめはしてます。そして最後、この干し芋なんですが、なんと言っても腹持ちがいいんですよ。で先輩に私も一回勧められて食べたことがあるんですけど、結構ね本当にお腹が空かないんですよね、一回食べたら。でなぜかと言ったら、ちょっと見てもらいたいんですけど、この干し芋なんですが結構ねこんな風に弾力があるんですよね。で一回口に入れるじゃないですか、そしたらすごい噛まないといけないんですよ。で噛むっていうことは満腹中枢を刺激してお腹いっぱいになりやすいですし、本当に腹持ちするので間食にぴったりの食材だなというふうに思います。うん、甘みがほんのりして美味しいです。なので皆さんですね、コンビニやスーパーで見かけたらぜひ干し芋を買ってみてください。さて今日はさつまいもについてお話ししてきましたが、いかがでしたでしょうか。いいねと思われた方はグッドボタン、そしてコメント、そして皆さんチャンネル登録お願いします。ということで今日も一日グッドラック。 See you next time!